さあ、ノスコデルが始まるぜ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは、皆さん。すいません、助けてください。僕のこと助けてください。殺害予告されてます。変なようわからん半グレかヤクザかわからんやつに殺害予告されてます。助けてください。警察助けてください。警察なんかに言ったら俺もうあかんかもしれない。みんな助けてください。なんか急にインスタから DM 来たんですよ。お前なんやねんと。お前あれなんやねん。サトルにあんなことしてお前なんやねん。DM 来て電話かけてこい、電話かけてこい言うて何回も電話かけてきて、7回も8回も9回も何回もかけてくるんすよ。俺顔もインスタの顔もわからんし、名前もわからんし、出れるわけないじゃないですか。ほんなら言ってきたんですよ。俺はサトルにシェンロンと戦っ、シェンロンがサトルを襲った時に、オーディションの時、あの時電話かけたシェンロンは電話出たって。シェンロンは電話出て電話かけ直してきたって。ほんで話したお前も話して。俺が白黒したる。こっちは、半グレやぞ言うて、ヤクザやぞ言うて。先言うときます。シェンロンと一緒にしないでください。シェンロンと僕を一緒にしないでください。あんなもんヤクザです。反社反グレじゃないですか。僕駅員さんですよ。僕駅員さん、もともと駅員さん、いや駅員さん。もうそんなもん一緒にせんといてくださいよ。なんでそんな反社とか反グレとかヤクザとか静岡のヤクザとか言うんですか。もう怖いじゃないですか。なんですぐそうやって反社とか半グレとかちらつかせながら DM してくるんですか。もうしかもインスタあれなんですよ。あのマネージャーと共同でアカウント持ってるんで、電話かけたら僕とマネージャー両方電話かかってくるんですよ。しかも最近うちのマネージャー赤ちゃん生まれたばっかやのに、子育て大変で赤ちゃんずっと抱っこしてるのに反社半グレから電話かかってくるって。そんなんで子育てできるか。赤ちゃん抱っこしてお乳あげてる時に反社半グレが電話かけたらどうなんねん、お前ポケ。考えろ。すっごい DM 来るんですよ。ラッパーから。すっごい、もうそいつだけじゃないんですよ。もうラッパーというラッパーからすごい DM 来るんですよ。なんでラッパーって DM してくんの。なんかさ、文句ばっかり言ってきて、なんかしかもさ、なんかみんななんかさ、お前の家をなんやらかんやらとかさ、お前のなんか、お前どうなっても知らんぞとかさ、この先覚えとけよとかさ、先言うとくけどさ、お前ら俺に勝てるわけないやろ。お前らが俺に勝てるわけないやろ。でも怖いがな、怖いがな。ほんで一人電話かけてこい言うて、僕インスタの電話ね、出なかったんですよ。だって誰かもわからへんし、名前もわからないじゃないですか。だから僕言ったんですよ。電話で立ってもええから、名前と、どんなやつか、ね、顔写真、
それだけでもええから送ってこいって。だってそうじゃないですか。だって顔も名前もわからんやつに電話できます？できないっすよね。だから僕言ったんですよ。顔写真送ってこい。名前もちゃんと言いなさい。どこの誰かもわからないとは電話できませんって言ったんですよ。ほんなら写真ここだけ送ってきた。誰がわかんねえ。お前のここ、お前のここだけで誰がわかんねえ。それぐらいの気持ちで送ってくんのやったら逆に送らん方がええやろ。でも、その後そうやった。その後ね、お前、そんだけやったらわかんないやろって僕言ったんですよ。そう、わかんないじゃないですか。ここだけこうやって、こう、目のここだけこうやって送られても。わかんないじゃないですか。バカかなと思ったんですよ。だから全部、一応全体写真ね。そら、全体写真あるじゃないですか。全体写真送ってこいって言ったんですよ。ほんで、いや、お前にだけ全体写真送るかって言うてきたんで、あいつそいつね、ここ、こうやった時ちょっと帽子見えたんですよ。だからね、お前ハゲてんねやろ言うたんですよ。お前ハゲてるから、帽子かぶってんねやろ言うたんですよ。ほんで送ってきたんですよ。そいつ誰がハゲや、俺ハゲてへんわ言うて帽子取ったバージョン送ってきたんですよ。全身バージョン送ってきたんですよ。ガリガリやがな。ガリガリでも反射はぐれなれんのかいな。いや、俺からね、言うたら、反射はぐれって、南の帝王みたいなイメージあるから、もう、こんなんで、もう、こんなんで、もう、こんなんで思ってたんですよ。ガリガリの、ガリガリのやつが、バリ切ってこんなんして、椅子座ってるやつって言って。はぁ、悲しい。はぁ、怖いなぁ、でも。なんかすぐ反射半グレとかさ、家どこやとかさ、俺そんでそいつ言ってたさ、お前静岡全土を敵に回したよな、お前どうなるか分かってるな、静岡全土を回、お前に言うとんねん、お前に言うとんねん、ずっとお前に言うとんねん。ほんで次ね、電話番号送ってきたからかけてこい言うてきたんで、お前の番号これはお前 SNS に全部バラしたるわ言うたんすよ。ほんなら、SNS でバラしたらお前どうなるかわからんぞ、言うて、逆に、じゃあ送ってくんだよ。じゃあ送ってくんだよ。そんで、その後に、久しぶりに、じゃあそっから連絡ないな、思って。すごかった、100件ぐらい DM 来てたんで、僕もね、100件ぐらい返してたんですけど、怖かったから。久しぶりに DM も来へんから、昨日確認したら、アカウント消えてた。名前も写真も顔も全部晒したい。名前も電話番号も全部晒したい。でも写真はもう一回開いたら二回目見られへん設定になってて見られへんかった。晒されるん分かってて送ってきたんやろな。いや、ほんま電話番号もほんまもうここで晒してやりたいんやけどな。全員にで、おめえ、俺の電話番号晒したら、俺のバッグの半グレが、静岡中の半グレが電話かけるから、気をつけとけよ。もうさ、あといろんなラッパーの人が僕になんか絡んでくるんですけど、やめてもらえないですかね。もう僕ラップとか聞かないんすよ。なんでそんな僕に絡んでくるんすか、ラッパーの人たち。うん、すごいですよね。もうね、別に僕いいんですけど、あとなんか、あなたたちの、なんか、集団じゃないと物言えませんみたいな、とこなんとかならないですか。僕はずっと一人でいてるんすよ、基本的に。一匹狼タイプなんですよね。誰かと一緒にいて生きるとかは僕ないんですけど、あなたたち僕に DM してくる人たちですよ。ラッパーの人みんな言ってて、僕に DM してくる人たちって大体誰々、俺は誰、バックが何人いてとか、俺の仲間がおめえを狩るぜとか、俺らのやつで数人で行くぜとかばっかりなんですよ。何なんですか。
あの、直接一人でとか僕に言う人いてないんですか？なんでその仲間を引き連れてくるんですか？なんでなんですか？僕一人ですよ。僕が仲間引き連れたいけど僕一人ですよ。おったとしても、おるかおらんかわからん、リーチマイルドしかたまにおらんぐらいですよ。あいつだってそんなことあったら逃げますよ。そうですよね。もうやめてください。殺すとか。やるとかやられ、やるとかやられるとか。もうやめてもらえませんか。もう僕、駅員さんなんですよ。あと、お前ら、ほんま何回も言うけど、俺に勝てるわけないよな。うちのマネージャー、電話かけて大変やねんから。お前らが送ってくる DM 全部マネージャーも見とるからな、言うとくけど。マネージャーが確認して、俺も確認しとんねん、お前。俺が見てるわけじゃないからな。なんかもう、サトルさん。サトルさん、ちょっと、ラップでちょっと言ってもらえないですか。おいよ、おいよ。俺の友達のノッコン寺田には、もう何も、ポップコーン、ポップコーン。ご覧のスポンサーの提供で、お送りしました。